はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。えー、昨日はですね、昨日の動画ではこちらの M5 のね中身の紹介をしました。まあ中身って言っても、この M5 サイズは、えーと、足ほどのキャバリエっていうモデルなんですけれども、こちらに関してはですね、ほぼほぼね、日記みたいな感じのものを書いてて、まあ予祝とか感謝ログとかそういうのも書いてるけれども、 あと、トゥードゥリストとかも書いてるんですけれども、こっちはなんか結構ね、気楽にね、いろいろ書いております。で、フランクリンプランナーの方が、えーと、かなりね、なんか真面目な内容を書いたりとかね、なんか日々の気づきだとか、そういうのを書いていたりとかするんですけれども、昨日ですね、ここにも書いてある通りですね、あまりにも眠すぎて、えーと、 あまりにも眠すぎて無理でござんしたってね、書いてあったので <laughs> の。このページ何もやってないんですよ。何もやってないので、ちょっとこのページを埋めようかなと思います。シールなどでね。うん。で、私はそのページ書けなかった時とかさ、まあ中にはやっぱあるじゃないですか。書けなかった時ね。えー、例えば、そのあまりにもさ、疲れてて書けないとかさ、もういろいろね、用事があって、外出してて全部書けなかったとかね。 けけなかっった日っていううのがあると思うんですけど昔はよ、昔は私は書けなかった日に関しては思い出して書こうっていうね、え風、ー、にしていたんですよ。だいぶ昔やで。だいぶ昔はなんかそういう風に思い出して書くっていう戦法をとってたんですけれども、もう今はですね、そういうことは一切やっていません。えー、思い出して書くんだったら何か、他のね、 物で埋めてしまったりとか、なんか楽しいページに作り変えちゃえばいいんじゃねっていうことで、えー、今は思い出して書こうっていう気もさらさらないぐらいですね。<laughs> たださ、あのページはさ、なんかまあ拍手でね終わらせるのもいいんですけれども、それはそれで思い出になるからいいんですけれども、えっ、ー、と、 今ね、こうシールをね、改めてこう買ったりとかね、しているので、そういうのを駆使してね、このページを華やかにして、ちょっと終わらせようかなと思います。ということで、いろいろね、貼っていきますね。まあ、全然ね、文字だけでね、いいと思うけどね、私も正直に書いちゃいます。書けなかった日は、これこれこういう理由で書けませんでした、まち、みたいな感じで、もう太字のさ、なんかあの、何、ペンみたいなやつでさ、カラーペンとか筆ペンみたいなやつでさ、 もう今日は美容院のため時間が取れませんでした。以上みたいな感じで、えー、書いちゃったりとかするんですけれども皆さんはどうでしょうか書けなかったページに関しては思い出して書きますかそれとも、えー、っと私のようにもう潔く諦めて次に進みますでしょうかなんかね私のそのうーんと感じではねあれほぼ日とか使ってた頃はよく そうやって思い出し書きみたいなのはね、してたような記憶がありますね。なんかまだね、その頃はね、うーんと学生、学生ではなかったかな忘れちゃったわ。えっ、ー、と、その頃はまだ、えっ、ー、と、その、やっぱ空白をね、自分で受け入れられなくてさ、その空白があるっていうことがなんか嫌で、ほぼ日だと余計に目立ったりとかするじゃん。まあこういうシステム手帳のさ、デイリーとかでもさ、まあ目立っちゃう目立つけどさ、 なんかその時は、その空白になるのがすごく許せなくって、なんでその空白に、例えば雑誌の切り抜きを貼ったりとかね、えー、して、え、いろいろね、その埋めてたりとかしたんですけれども、今は別に空白だろうが、なんだろうが、ドンとこいみたいなね <laughs>。あの、なんでも許すよ、みたいな感じになっております。よいしょ。 シールがね、この間買ってきた、えっ、ー、と、シートタイプのシールに関してはね、もうほぼほぼ使い終わりました。今残ってるのはこれだけしかないです。この間フレ、フレックシールじゃなくて、えっ、ー、と、銀座ロフトの方で色々買ってきたじゃないですか。この間の銀座ロフトの買い物の、えっ、ー、と、動画があるんですけれども、そちらをね、見ていただくと、私がね、買ってきたものっていうのは色々見れると思うんですけれども、 それで買ってきたね、えーと、ワンシートタイプのね、シールに関してはもうなくなりましたね。これ、あれだから半球でさ、ゲットしてきたやつだから、もう銀座ロフトで買ってきたシートタイプのシールは全部終わっちゃったのかな早いね。<laughs> もう終わったんかーいっていうねい。まあさっきも言った通り、私は今シールがあるから、こういう風にシールペタンコペタンコして埋めちゃいますけれども、 あとはまあ雑誌の、ね、切り抜きとかを、ね、使ってみてもいいのかなと思います。なんかおし,のおしゃれにね、雑誌の切り抜きを駆使してページを埋めてみたりね、するのもいいのかなと思います。もちろんあれやで、別にその空白がさ、全く気にならないよっていう人はさ、無理くり埋めなくてもいいと思うよ。それはそれでさ、空白のページがあったっていうことは、あ、今日は、あ今回はっていうか昨日,昨日とかはね、えっ、ー、と、なんか理由があって書けなかったんだなとかさ、そういうさ思い出にもなるしさ。 なんで、無理くりね、やる、埋める必要は全然ね、さらさらないと思うんですけれども、よいしょ。もし、えー、自分でね、空白がちょっと耐えられないなと思ったら、まあ、思い出して書く、ほか、私のシールで埋める、あと雑誌の切り抜きを貼っちゃうとかさ、なんかそうん、そもそもシステム手帳のさ、こう、イリーじゃなかったらね、別に。あ、デイリーデイリーページ抜くのもちょっと無理か。<laughs> ページ抜いちゃうとあれだもんね、裏側のやつもついてきちゃうもんね。 よいしょ。えー、っと、何を貼ろうかなぁと。もうほぼほぼ本当にさ、シールが、やばいシール落ちてしまった。シールをさ、使うさ、スピードが半端ないよね。あっという間に終わっていくし、よいしょ。で、例によって例のごとく、適当に、適当に貼っております。ものすごく適当に貼っております。 えいよいしょこのぐらいあこれお味噌汁はちょっとあれかさすがにお味噌汁はちょっとみたいな感じかなでお洋服をここら辺に貼ってと、まあっという間にねこんな2ページぐらいあったらね倉庫終わっちゃいますねよしでお帽子とこれやだなうーんと お靴とちっちゃいシールをねちょっとねあこの銅線で作ってますこの銅線でこの無言でね <laughs> ペタンコペタンコ貼りまくるっていうねよしこんな感じで銅線になりましたとここどうしようか別にええよね あこれね、ぼや大火事してるのは自分自身であって言うのは、これ昨日書いたわけじゃないんだよね。<laughs> 8日の日にさ、書くスペースがなくなってさ、こっちに書いただけなんですよ。これなん、どういう意味かっていうと、例えばさ、なんかさ、うわーって、あの、自分でうわーってな,なっちゃうようなさ、出来事が起こったとするじゃん。けど、それもさ、見方によってはさ、自分が騒いでるだけで、この、なんて言うんだろう。 人によっては別にあの大事件でもないかもしれないっていうことがあったりとかするじゃん。うん。なんかそういう意味合いです。だから結局そのうーんと、自分で自分自身がわーってなってそれを大ごとにしているだけではっていうね。よいしょ。そういうね、意味合いのものですね。あ、これも貼っちゃおうっとか。えい。 えーと昨日はねニーチェの言葉ですね樹木にとって最も大切なものは何かと問えばそれは果実だと誰もは答えるだろうしかし実際には種なのであるっていうねシード <laughs> よ,いよいしょよいしょあとはあとは何も払らんくていいかなこれもいただきもののねシールですね なんかこれはねご自身でね作ってらっしゃるみたいでこの間ねイベントの時にフォロワーさんにいただきましたよいかわいいねめっちゃかわびかわびかわびよしでこのあとはこれねシールとりあえず貼っちゃったら普通にいつも通り今日は M5 を書こうかな M5 にいろいろ書こうかなと思っております昨日 M5 サイズにもねシールぺたんこぺたんこしたんですよね M5 もね慣れれば本当にあの M5 って結構苦手意識をもさ持ってる方とかねいらっしゃると思うんですけれどもまあそれはあれだよねちっちゃいもんね本当に私も最初はねもうメモ帳でしか使えなくってあのイベントそれこそイベントの時よイベントの時に、えー、フォロワーさんのうんと手帳の中身ね M5 の M5 ですごいねえっ、ー、と 素敵な使い方をしている方がいらっしゃって、で、それで、わ、それを見てね、YM5 やっぱり使いたいってなって、そっからね、いろいろ始めたんだよね。で、昨日の、昨日の話にも繋がるけど、で、その時はもうリング系がさ、やっぱりさ、13とか11だと私はもう耐えられねえなと。絶対あの、うん、これじゃ足りないし、えっ、ー、と、無理だっていうことで、最初ダブルリングのね、やつでね、いろいろならしてって、ウォータープルーフウォレットジャケットっていうね、 モデルがあったんですけれども、それで鳴らしていって、徐々に徐々にその13ミリとか、あと11ミリとかね。そういうのをね。使えるようになった次第でございます。なんで私も最初から m5 をね。ちゃんとちゃんとっていうか、えっ、ー、と自分が思ったような使い方をできていたわけではありませんでした。あのめちゃくちゃ研究しました。よいもうそこら辺だけはね。研究熱心なんだよね。<laughs> なんかどうやったら？ 自分が心地よく使えるかとかさ。だってさ、人のさ、えっ、ー、と、使い方はさ、それ、その人の使い方じゃんだから100%導入できるわけじゃないから。なので、自分はなんかどういう風に使って、あの、一番大事なのがさ、どういう文字の大きさでとかさ、その時本当自分が納得できるさ、文字の大きさでさ、M5 を書けなかったのよ。だから自分にとっての M5 サイズの文字の大きさのベストがわからなくって、 でそれもねだいぶいろいろねやりましたね。なんかいろ紙さいろいろ M5 サイズの紙をさわーって持ってきてどいろんなサイズの字いろんなフォントの文字を書いてみてでそれで、えー、自分が一番あこれはいいかもと思える文字の大きさとか、えー、とフォントねいろいろかて試してみてでそれでようやくなんかしっくり切って続けられるようになったんですよ。 今はさもうさだいぶなん何のねうんと文字でも文字の大きさでも心地よく書けるほど慣れてしまったんですけれども昔はほんとそれができなかったからさっていうことで埋まったんでこれはこれでいいか <laughs> 9日は終了さあ今日も10日じゃんよしちょっとやらなきゃいけないことだけ書いておくか今日はえっ、ー、と写真を 撮影して。今ちょっと大きいトピックだけね、あのー、2行使って書いてます。これ、フランクリンプランナーの、ちょっと、えっと、ピューっと、複写が、<laughs> ちょーっと、ちょーっとね、えー、っと、近づきまして、これね、フランクリンプランナーって1行がね、ここなのね、この幅なのね、めちゃくちゃ小さいんですよ。 これ1行何ミリ ?0.5 ミリぐらいかなうん。多分0.5ミリぐらいじゃないかなと思うんですけれども、1行の幅がすごく小さいので、えっ、ー、と、でかめのトピックだけこの2行を使って、今はよ、今の使い方は、で、えっ、ー、と、でかいトピック、今日絶対にやりたいことっていうのは、えー、この2行を使って、あと小さいトピックね、もう絶対これ毎日やってますみたいなやつは1行に書いてます。 写真撮影と、あと今日は、後ろ刈り上げる。もうね、後ろのね、刈り上げ部分が伸びてきちゃったので、後ろ刈り上げ、今日やります、3ミリね。やりますって私がやるわけじゃないけど、マ、ま、マ、あ、ちもにやってもらうんだけど、後ろ刈り上げ3ミリやって、あとは本読む。うん。本を読む。 本を読むでしょ。で、これがまあ今日の大きなトピックね。あ、あとあれだ。書類書く <laughs> まだ大きいトピックあったわ。書類書く明日出す。書類書くで、明日出し。あ、で、今パイロットのキャップレスの、これ何だったっけ <laughs> フェルモだっけなんだっけフェルモだよね多分ね。<laughs> これを使っております。で、入れてるインクはコンバーターではなくカートリッジの月をですね。あの、色雫のやつね。んとここに書いとこうか。インクの色ね。インク。インクはパイロットの色雫の 色雫の月を。よ月月をね。えー、でにしてで筆記具。筆記具ね。筆記具に関しては同じくパイロットのキャップレスフェルモ。キャップ プレスフェルモさんですよねじってしまったやってしまったここについてしまったよまあやりますよねこれね逆にさあのまあ 私今こういう普通にやっちゃってるけどさ。最初万年筆使った時ってさ、こういう風になりがちじゃなかったですか私学生の時に、あの、版書、先生がさ、黒板にいろいろ書くじゃないその版書を全部万年筆で取ってたんですね。で、その時もね、えーっとね、しょっちゅうやってました、そういうのね。うん。なんか自分でさ、イラストとか書いたりとか、図、図でさ、書いたりとかさしてさ、その図を書いたことに満足して <laughs>。 <laughs> よくさ、なんかその図の上にペって手置いちゃったりとかさして、シャとかやっちゃってたりとかね。えー、よくしてましたね。まあそれも慣れるけどね。えっ、ー、と、YouTube。撮影と。撮影。まあここら辺はもうね。え、撮影の絵ってさ。そうだよね。3本だよね。<laughs> 撮影。編集。 アップロード編集アップロードえっ、ー、とサムネイル作成そしてノートのあ間違えたノートの記事を書く書くのとあとはえっ、ー、とクイックル ね、クイックルワイパーって言えばさ、昨日ね、っていうかここね、えっ、ー、と、4日間ぐらいね、ずーっと、まあ、クイックルワイパーのさ、から、からぶきのさ、シートはさ、私、あのー、 布団をさ、折り、布団を今ベッドをね、なくして、敷布団で寝てるんですよ。敷布団って言っても今さ、折りたたみ式のさ、分厚いさ、低反発みたいな感じの低反発、高反発のさ、えっ、ー、と、シートとかあんじゃん。なんか折りたためてさ、三つ折りとかさ、四つ折りとかにできるやつね。だそれを毎回、えー、床に敷いて、で、布団を、えー、敷いて、布団を敷いて、布団かけて寝てるんですけれども、えー、それを片付けるときとか、出すときとか、あとはなんか、しょっちゅうね、 あの、もう今、床がさ、本当かなりの面積見えてる状態だから、あの、汚れがすごい気になるからさ、ほこりがちょっとでもう一度気になるから、もう一日に何回もクイックライパーするのね。で、ここ3、4日ぐらい、ああ、そろそろなんかクイックライパーのウェットシートでいい匂いのやつとかあんじゃん。それやりたいなと思ってたんだけれども、 えっと、ちょっとタイミングがねなんかな、なかなかなくって、それがさ、できてなかったのね。で、まあ、今週中にできればいいかとかね、なんかそういう風に考えてたんですけれども、そしたらさ、今朝さ、<laughs> なんか朝起きたらさ、もう、2階のさ、なんかさ廊下の一部分がさ、なんか濡れてんのね、何これと思って。 でなんか昨日そしたらパパ、パパチパチがかなりね、あのー、<laughs> 酔っ払ってたみたいで、なんかを絶対こぼしたんだろうね。あのね、彼は宅飲みでも酔っ払う人だから <laughs> そんなね、あれよ、人に迷惑かけるとかそういうのじゃなくて、あのー、うん、勝手に、勝手に気持ちよくなるタイプで、ね、<laughs> で、えー、それで、なんか、何これもなんかこぼしたでしょと思って。で、それを、えー、服、拭いたりとか、えっ、ー、と、掃除するために、えー、仕上げとしてね、あもう もうこれウエットで清めようと思ってウエットでやって、えー、っとそのタイミングで自分の部屋もねウエットシートをやることができました <laughs> もうそんな感じでさもうなんかやろうって思うとさそういうことがね起きたりとかするのよそれをじゃあじゃあもうすぐすぐやらせてあげるねみたいな感じ、ね、だよねだこれもね宇宙さんありがとう案件なんだけれどもまあ叶えるにしてもさこんな掃除 <laughs> こういう叶え方かいって思ったんだけど、思わずね、朝からさ、突っ込んじゃったんだけれども、いや確かにやりたいと思った。私はまあ、今週中にはやりたいって、あの、その願いは放ったけれども、<laughs> こういう感じで叶うのね、みたいなね。すっげえ面白かったですね、朝からね。クイックルワ,ワイプになってる。ワイパー。ワイパーね。えー、そのぐらいですかね。そのぐらいでしょうね。で、うんと、大きいトピックはこの、3つですよ、とは。は でこんな感じで、えっ、ー、と、フランクリン・プランダーも書いております。でも、毎日毎日ね、同じ書き方してないのよ、私。あのー、いろいろ書き方とか、ね、例えば、今日はちょっと飾り気のあるページにしたいなって思ったら、この間買ってきたさ、水星ペンでも書けるような、こういうね、えっ、ー、と、フレームのやつを駆使して、えー、トゥードゥリスト書いたりとかさ、そういうのあるじゃん。もうさ、た、 ただただ書くだけじゃさ、ちょっとやる気が起こらなそうだな、みたいなさ、ものとかに関しては、こういう風にちょっと可愛くしてみたりとか、あとは、えっ、ー、と、付箋で、こういうさ、付箋とかを使って、その物事自体をね、目立たせたりとか、そういう風にしております。で、私のちょっと、えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。 いつ送るって言ってたんだっけな。うーんと、私のね、いろいろね、今週の計画表がね、ちょっとこの中に入ってるんだけど、<laughs> 私の計画では今週どういうつもりだったんだ。えーと、そうだね。あ計画どおりですね。13日に、ちょっと決まってるちょっとことがあったりとかするので、えーと、メール、メールをする、朝、 8時半から9時と。よし。およそ計画通りのものになりそうですね。ちょっと待って。13日にやっておくと。もうこんな感じでさ、決まってる物事に関しては、もう最初からその日の日付のね、 えー、ところにいろいろこうやって書いちゃったりとかしておりますで。特にさっきも言った通り、絶対やりたいこととか、これは逃してはならぬみたいなね、こととかは付箋とか、あとはカラーペンで書いたりとかっていう風にして、えー、っと、確実にね、 逃さないようにね <laughs>。あとは私の場合、壁とかにも貼ります。壁のさ、今、えっ、ー、と、目の前の、目の前に白い壁がこう広がってるんですけれども、うちの部屋のね、壁がね、広がってるんですけれども、そこに付箋で、例えば、13日、3月13日、13日、水曜日、朝、メールするとか、 する、する、みたいな感じで、こう書いといて、壁に貼っとくっていうね。だいたいね、今ね、付箋とかはね、強粘着が多かったりとかするので、そんなに剥がれないんだよね。あ、まあ、壁の材質にもよりよ。うちのなんか、部屋のね、壁はね、材質上ね、別に付箋とか直で貼っても、そんなにね、あの、後にもならないし、えー、っと、そこまでね、何、剥がれることもないし、みたいなね、すごくいい壁なので、いい壁って、あの、使い勝手がいいってことね。<laughs> 使い勝手がいいので、そんな感じにしております。こういう感じで書いてる時もあるよ。こういう感じでね。うん、よいしょ。書いてない時もあるけどね。うん。まあ、こうな、あまりね、中身がね、ちょっと今見せられないからね。ちょっと重要なことが書いてあったりとか、その見せられないので。で、相変わらず、ちょっとここに関してはね、 ここの、本当はこれ、6時から25時までのね、こう軸があって、そこにね、いろいろ書けたりとかするんですけれども、そこはですね、私はいつも好き勝手ね、いろんなことを書いております。例えば、朝食だとかさ、えー、っと、今日の朝食。今日の朝食に関してはね、もうね、えー、っとね、豆乳鍋でしょ。 あの、プチッとシリーズみたいな感じのやつかな豆乳鍋でしょあとはなんかパン食べようかなみたいなねで昨日、えー、あまりにもね食べ過ぎたのでちょっと今日は調整なんで昼,昼夜ご飯はねちょっと軽くね食べようかなと思っておりますでうんと昨日久しぶりに 魔王城でお休みを見ましたとあのさ私アニメめっちゃ好きなんですけれどもたまにさあのー 昔ね、やってたアニメとかをね、見返したりとかするのです。で、それはどういうアニメを見返すかっていうと、体力何にもいらなくても見られるアニメね。だこういうほっこり系アニメってほんと重要なのよ。別になんていうの、その内容がさ、ちょっとハードだったりとかさ、例えばなんか、な何、人の生き死にとかさ、あとはなんかすごい宿命とかさ。 運命とかさ、あのー、目的があって、みたいなさ、なんかそういう、なんてうの、何か目的があって主人公が旅してるとかさ、そういうのってさ、あの、見るとさ、しんどくなったりとかさ、<laughs> あとは見るのに体力がね、必要な場合とかがあったりとかするので、こういうようなね、魔王城でお休みとか、あとはなんだろうな。 あとなんだろうあ、まあ、今だったら、あのー、姫様、拷問の時間ですっていうアニメがあるんです。作品、作品があるんですけれども、それもね、めちゃくちゃね、ほっこり系で見られる。本当にね、いい、いいアニメですね。ええー、と、で、魔王女でお休みもね、すごくね、体力なしで見られるのね。本当にただただ可愛いだけみたいなね <laughs>。私、魔王女でお休みはこう,う漫画普通にあるけれども、そう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 。 これね、アニメ見てから買ったやつね、漫画とかね。魔王女でお休みを言ましたと。えっ、ー、と、相変わらず、世界観が可愛すぎてね、相変わらず、世界観と、世界観と内容が可愛すぎて、 癒されましたといやもう重要よねこういうさ皆さんのあのもしねアニメとか好きよみたいなさ人たちの中でえー、っとこれは体力なしで見れるアニメですみたいなものありますかまあ大体私も見てると思うけど <laughs> 前だったらさそのさおそ松さんとかさあったりとかさまあ多分思い出そう思い出そうと思えばねなんかいろいろあると思うその体力なしで見られるアニメって結構あったりとかするからさワンクールい大体 1>, 1か2ぐらいはあるのかなうん、作品的にね。他はなんかさ、やっぱりさ、私も主人公になんかすごい壮大な目的があってとかさ、そういうのとかがさ、あとなんか敵とさ、めちゃくちゃ戦ってとかね。そうだとなんか、その仕事終わりに見るにはすごく疲れちゃってさ、頭がね。<laughs> だから体力がい,い,いるような感じになるんですけれども。あのね、フリーレンとかはね、あれ音楽がめちゃくちゃいいじゃん。私フリーレン見るとさ、無印思い出すんだけど。<laughs> 音楽的にジャンル一緒じゃん。だからさ、ほんとさ、戦い系は、戦うシーンはたくさんあるんだけれども、けどね、安心して見られる。多分原作読んでるから、この先の展開してるからっていうのもあると思うんですけれども、えっ、ー、と、フリーレンはちゃんとね、見ております。あとね、薬屋とかもね、普通に見れてるかな。けど、あれー、 はね、うーん、あ、でもふ、うん、楽しみだから、ちゃんと見るか <laughs>。割とね、今回のね、今期のアニメに関してはね、ちゃんと配信日に見てるかもしれないですね。癒されました。おまけに、おまけに、20巻から読み返しましたとかね。読み返したりなど。返したりしましたとか。 えい、えいっていうね。こういうね、なんかどうでもいいことをね。もう日記はね、私の場合本当にみんなこういうことで、M5 に書いてあるのも日記とかね、あったりとかするんだけれども、だいたいこういう取り留めもないことみたいなさ、あの、明日には忘れてしまいそうなね、こととかをね、いろいろ書いております。だってこういうのさ、もう記憶が淘汰されていくじゃん。その、特別な記憶とかさ、 なんか例えば、どっか出かけたとかさ、誰々と出会ったとかさ、そう、この人と遊んだとかさ、そういうのって、えー、っと、なんか、忘れずにさ、1ヶ月先でも覚えてたりとかするけど、こういう日々何気なくやっていたことって、まあ、とかく忘れがちでしょ忘れがちでしょっていうか別に大事じゃないから忘れていくものじゃないですか。だって1日のさ、そのさ、 え、タスクとかさ、あと一日に浴びる情報量ってさ、江戸時代と比べるととんでもない。江戸時代の一年間分を一日で浴びてるみたいなさ、えっ、ー、と、文言がね、なんかなんかの本とかで見たことあると思う、見たことあるんですけれども、そうそう、そんな感じで、今のさ、その現代人のさ、浴びる一日の情報量ってさ、とんでもないからさ、こういう何気ない出来事とかって、えー、本当に意識しておかないとね、忘れちゃうと思うんですよ。例えばなんか食事に関してはってさ、まあ昨日 日本に関しては覚えていると思うけれども、おとといの食事とかなんてさ、まあ思い出せなかったりするでしょなんで、私の場合は、なんか日々書くことっていうのは、もう本当、もう普通に過ごしてたら、もうこの日の出来事何があったかなってすぐ忘れるだろうなみたいなことを書いております。だから特別なこととか何も書いてないです。もうこういう些細な出来事ね。こんなのも,もう多分一週間後には忘れてるでしょうえー、もうこのアニメ見て、この漫画を読み返したとかね。それ忘れてると思うので、そういうことこそ、えー、日記のネタにするっていう感じですね。あ 全然関係ないんだけど、昨日ねえっ、ー、とねネイルオイルねこれもらったのよイダラボラトリーズのメイクミーハッピーネイルオイル桃モモウーロンの匂いねこうねネイルウーロンをねえー、とこの間のイベントの時頂い,いてあそういえばそうはネイルオイルいただいたんだと思って昨日やったらさやっぱネイルオイルするだけで全然違うよねなんか爪の水分量が変わるっていうかさ爪とかもさ今冬の時期だとさ結構その爪切りやって で、次の日なんかちょっと割れちゃったりとかさ、なんかちょっとなんかささくれ出っちゃったりとかさ、いろいろあると思うんですけれども、久しぶりにネイルオイルやったらね、もうめちゃくちゃ良かった。本当によかった。ネイルオイルってどこら辺にやるのかあれなんだろうね。いつもなんか甘皮の部分とさ、この爪、爪の部分にチュッと塗って、で、こう手をさ、マッサージとかこうやってね、したりとかするんですけれども、私はね、ネイルオイルに関しては高校生の頃はね、ちゃんとやってたんだけど、それ以来やった記憶まるでないですね。<laughs> 高校生の頃はさ、なんかそういうさ、ことにさ、めちゃくちゃ興味が あったからさ興味があったっていうか多感な時期だったんで、ね、いろいろねつ、ま、つ爪に関しては全部ケアしてたんだけれどもんこんな感じでなんかにュニュニュニ塗ってねしかもめっちゃいい匂いなのねこれがね桃ウーロンの匂いかなすごいいい匂いなのよだから昨日さあ手がめっちゃいい匂いするって思いながらこうなんかシャコ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 ねアニメ見ながらその寝ながらよ <laughs> 寝ながらアニメ見ながらこうやっててそのうち寝ちゃって。 で、ま、さすがにね、朝になったらさ、もうさ、そんな匂いなんてさ、そんなしないけれども、ただ、爪の水分量めっちゃ違うっていうね、感動がね、本当ありました。私は、何かにつきハンドクリームとかめちゃくちゃ塗る人なんですけれども、 そう、爪とかってさ、あんまりやってなかったなと思って。で、さ、ネイルオイルに関してもね、本当に、なんか、何ヶ月か前とかに、これ爪、オイル塗った方がいいよなって思ってたら、こう、いただけたりとかして、忘れてたんだけど、そのネイルオイル欲しいなと思ってたのも。<laughs> なんで、本当にね、グッドなタイミングでね、えー、と、いただけてね、すごい大変で、ね、幸せでございます。 でこんな感じで、えっ、ー、と、何の話してたんだっけ。あ、そう、今日あれじゃん。M も書くとか言ってずっとフランクリンプランナーやってたけれども、え今日の、まあ、第一の議題はあれです、えー。書かなかったページ、書けなかったページ、どうするっていうね。そういう時は私はこうやってシールを貼っちゃったりとかね。なんかまあ、雑誌の切り抜きを貼ったりとか、なんかいろいろ貼っなんか切り貼りとかして埋めちゃいますよと。あんまりなんか思い出して書く、書くっていうこともしないかなっていうことですね。えー、ということで、 今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチュー